寝れないんだろう僕も僕も寝れないもう一なん,かやろなんかやろうんかやろうか別のゲームやるか君が寝れないのは重々分かっている大丈夫このままでは君は寂しい一晩を沈黙と静寂の中で涙をぬらして過ごすことになるねこの安眠放送を持って君を素晴らしき睡眠の世界へと導くのが私の仕事と言っていいだろう でもな、スマブラ力今日のスマブラ力はもう使い切ったしな明日嫌な会議だから勇気かさい会議は寝てようぜ会議は寝てするどうせどうせ1人ぐらいかけてても会議っていうものは進むもんだって僕とかは別に会議でなんか存在感を表したことないもんよっぽどのなんか重役とかさよっぽどメインの担当者だったら緊張するかもね でも会議って結構定例的なものだから、ぶっちゃけ寝ててもな、まあとで言われるかもしれないけど、あとで何か言われるかもしれないけど、こんなもんですか、犬のものまね放送とは。泣かれたぞ、子供に、やったら。子供に流れた。電話でやったら。怖がられた。